はい、じゃあこれから、岡山県の高校の3年生の選抜チームと試合するので、まあ、その3年生に、少しでも何か感じてもらって、今後もソフトボールに携わってもらえる選手一人でも多く、なるように何か僕らも全力でプレーをして伝えたいなと思います。そうですね、僕らも試合で5も使ってやるっていうのが久しぶりで、まあ、ちょっと不安と、まあ、そういうピッチャーなんで楽しみ、シンプルにも楽しみですね。やっぱりここ1年試合できなかったコロナの影響でいろいろあったと思うので、まあ、その自分たちはまあその試合してあげるとか教えてあげることしかできないですけど、まあ、そこでいい経験、いいものになってくれたらいいと思うので、自分たちも、まあ、勝つ前提でやるので、そこは全力でやっていきたいなと思ってます。平林金属と試合するわけですけど、はい、どうですか？いやもう岡山県ならではの機会なんで、楽しみたいと思います。ヒラキンのイメージ、どんなイメージ？めちゃくちゃかっこいいです。あの松田さんかっこいいです。今日松田さん投げると思うんですけど、はい、どうですか？ちょっと怖いですね。強い相手って知ってるんで、ちょっと怖いかな。もうこれで高校3年間でソフトの試合するのは最後だと思うので、悔いの残らないように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ガンガン行きましょう。さよ、はい、ちょっと
ス金属の得点は1点です。高校岡山県3年生選抜チームの攻撃は1番からピッチャー新谷、come on,
大丈夫。はい。元気出して。はい。はい。Go! Go! 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 Go!
選手が入ります。